チームチンファでの問題点は、地盤が岩盤ということで、非常に掘削に時間がかかり、工期がなくなったことです。まあ、その分、建物を頑丈な地盤の上に立ったということなんですが、工期が少なくなったと。まあ、その課題に対して、ヤンツーの経験を生かし、二段施工とを実施し、工期を短縮しました。で、そんな中で品質をどうやって確保していくかということが課題ですが、検査を徹底して、鉄骨の製品検査、また鉄筋の背筋検査、検査を徹底して品質を高めました。結果、安心できる躯体が実現できたと思います。今回の鉄骨は CFT 構造の鉄骨です。CFT は梁と柱を現場で全てジョイントを溶接することになります。溶接すると、溶接で、小さく縮みがちになりますので、製品検査の時に梁の寸法を全部測定して、寸法を調整いたしました。また現場溶接は非常に欠陥が出やすいため、溶接工の技量が非常に問われます。で、そこで溶接工の技量試験を行って、また端部のエンドタブをスチールタブからフラックスタブに変えて品質を確保いたしました。まあ、検査はまず型枠ができた時に1回型枠の精度確認、それからコンクリートを打設前に、背筋の状況、背筋検査を100%実施しております。型枠の精度が悪いと、外壁のモルタル圧が厚くなったり薄くなったりするわけです。そうすると剥離しやすい。だから型枠の精度を良くしないと、外壁の剥離剥落につながっていくと。検査が通らないとコンクリートは打てないという第三者的な管理をしているわけ。私は第三者と。本来日本はコンクリートを打設前には役所の人が来て検査するわけです。それが通らないと検査をコンクリートを打てない。それと同じような役目をしております。日本でもそうだったんですが、まあいつまでも価値のある建物を作りたいと、
50年後、まあ、100年後は無理だけど、建っても価値が落ちない建物を作ることを目標にしております。まあ、それには安心で安全で快適な環境を作ることだと思っています。まず安全安心では躯体の品質を良くして、いつまでも長く持つ躯体を作りたいと。安全面では大地震が来ても二次部材、仕上げ材が壊れないと、落下しないと、タイルが剥離しない、物が落ちないという安全な外壁を作りたいと思っています。で、最後の快適面では、メンテしなくても外壁